シベレスタットは、人口中級エラスターゼの選択的阻害薬である。急性呼吸不全の治療に用いられるほか、神経元性疼痛を改善する。商品名、エラスポール。開発行動 O の5046。日本では、全身性炎症反応症候群に伴う、急性肺障害の改善について承認されている。知見には、副作用が16.0%に見られた。 主な副作用は、肝機能異常上昇、ALT 上昇等、アルカリホスファターゼ上昇等であった。重大な副作用と認識されているものは、呼吸困難、白血球減少、血小板減少、肝機能障害、横断である。以下の項目のうち、二つ以上を満たす。体温摂取38度、または摂取36度、心拍数90回、分、呼吸数20回、 分、または、パスカル CO232 水銀中ミリメートル、白血玉数 12000L、または 4000L、あるいは感級1 0以下の3項目を満たす。肺機能低下胸部 X 線所見で、両側性に、真珠陰影肺動脈接入圧測定時、接入圧18水銀中ミリメートル、または、未測定時、砂防圧上昇の臨床所見なし。 ありがとうございます。